少し広い中規模の河川の本流、イワナを狙ってやります。リーダーも8ポンド。リーダーはね、釣りをする日の朝必ず結びます。今日はね、 PE の 0.6 号にリーダーは8ポンド、桜マス本流ヤマメの時は6ポンド使うんですけど、今日は 大型のイワナが狙ってるんで8ポンド。さあ、撮影サポートの再び、岩手の斉藤くんです。あ、これが肝ですね。あ、これね、これ平打ちの方、今俺作ってずっと春からテストしてる、去年かな、まあベースはあった、見たことあるよね、前ね、うん、あれをね、さらにね、まあ綺麗に平打ちするんだよ。インジェクションの中ではかなりする動きは強くて、うん、波動ミノイングっていうタイトルなんで、ちょっと、ミノの話、今ね、私がね、インスタの方でやってる波動イングのミノなんですけど、今使ってるのが、一つが波動強め、通常から強めっていうもので、で波動は強めで、特徴としてはこれはレンジキープ力が強いもの、こちらの方がね、今私が作ってるやつで、平打ちミノーっていうジャンルの、まあね、ヤマメ釣りで、ずっと人気のあるシリーズの、そういったミノーなんだけど、止めた時に、止めてる状態で、適正な波動を演出するっていうを今、コンセプトに。でね、今までみたいに、スライドの動きがどうのこうのとかっていうのを主眼に置いてるのと少し違うんだよ。波動の強さでアピールして、その魚の状況をポイントに合わせて攻め分けようっていうのが今のコンセプトでやってんので、一つは波動強めで、徹底的に棚を取るもので、今気に入って最近よく去年から使ってんのが FCL ラボの鶴見野のこれは非常にいいと思う。ずっと去年からずっと大型ニジマス、アメマス、ヤマメ、ソジュマスの実績高いし、これは特徴としては何しろ、強い波動でアピールさせようっていうのと、レンジをキープしたいとき、これ本当浮き上がりがないんで非常に重宝してる。ロットは510、約6フィートで、ミノは5センチ、ちょっとね、河川規模そんなに小さくはない川なので、本当は6センチぐらいのミノの方が適正かなと思う。こっちのね、深みあるんですよ。深みからずっと向こうにかけて緩い流れのプールになってるから、こっちが怪しい気もするし、この背頭のね、白波のところはね、沈み石がボコ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 入ってるの。だこっちの岩の間の下にいるのか、まあここで釣れるか、こっちのプールの先の方だよね、遠投して向こうで釣れるか、どっちかなっていう気がしてる。どうだろう。さあ今、スグル先生にね、私の平打ちの方のミノーのスイムテストをしてもらって、寒いな、まだマイナスだ。さ、スグル先生どう？寒いからあれかもしれないですけど、動き見て、動きはすごいです、ね、まだどんどん直してるから、はい、今のうちにどんどんダメ出しして、あ、結構でも釣れてっけどな。
おお、でかいでかい。でかいぞこれは。55ってところかな。どうだろう。ああ、ちょっと足りない。よかった。今ね、表層中層全然トゥイッチ、ジャークアンドフォールで釣れないから、ドーンと沈めて、そこの方につくかつかないかでトントンと動かしたところでドーンと食ったな。さあもう撮影も ありがとう。竿はね510、ちょっとね上流行くともうすぐ渓流環境なんだけど、まあここは中流域、川幅もね水が多いとちょっと渡れるような状況じゃなくて、まあ今日は水少ないからもうパッと渡れちゃうんだけど、朝一ね15分ぐらいで釣ったんだけど、最初ここね岩があるんですよ。で中にも石が入ってんの。それはね去年初めて来た時に渇水してる時に確認してるので、深みもあって、深いところの緩いところにいるのか少し流れが効いてるところにいるのかっていうところのちょっと朝一判断が、ピンポイントで私できなかったので、あちこち投げて誘いも早いのからファストからスローまでいろいろやってみて、で結局全然反応がなくて、で今のね例の私の作ってる波動領域を、適正にキープしつつ平打ちのアクションをするっていう、まあシンキング未能なんだけど、それをね最終的に沈み石があるんですよ。でそこのところの少し、上流に投げてたっぷり、そうね4秒5秒沈めて、もう本当わずかに動くぐらいトン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 とやったところにドーンと食ってね。さ、最初私もイワナなんでね、かけた時にトゥル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 そうめんみたいなファイトするから、50センチぐらいかななんて思ってたんだけど、寄せてきたらまあ、ほぼほぼ60センチぐらいの大きいやつだったんで、ネットもね、ちょっと40センチあるかないかな、私のネットね、今ちょっとフレームのところね、少し破損のひび入ってるから、いや、これすくって折れちゃったね。やだなと思って、最後はちょっとね、岸釣り上げパワーでランディングしました。まあ、東北遠征1回目から縁起がいい。去年はね季節がねもう一月遅いタイミングで来たんだよね。その時はねああいう流針の背頭の白波の中でのヒットが続いたんだけど、おそらく今日はもう少し下の流れが消えるあたりでプールになる深いこういうところだよね、こういうところからのヒットだと思うんだよね。
レンジをキープしながらソフトな、中層からボトムに向けたトゥイッチできたかな今のは。結構長い間誘った今のは。一匹目のさ、60近い、ほぼ60、59ってやつがさ、ボタン、撮影シーンボタン押したつもりが、押してなかったんだよね。こっちは、平打ちではなく、割と、ディープからミディアムを攻めるときに、私が最近対応する5センチの、ミノーだね。平打ちやダートってのは、動き自体はそんなに、目立っていいとかっていうルアーではないんだけど、強い波動と適正の波動っていうのを、ロッドワークで演出しやすいので、まあこういった、今回、今かけたのはほぼ止水みたいなポイントなので、まあ、どっちのルアーがいいとか、さっきの平打ちとこれと、どっちがいいとか悪いとかっていうのではなくて、単純にこっちのミノの方がこのポイントの深い罠の棚に合ってたんだと思うよ。それではね、この後今回は、平打ちミノと、強波動のミノでの大岩穴っていうタイトルだったんですけど、またこの後どんどん具体的な操作方法とか、何定義に波動って言ってんのっていう説明を今年はしていきますので、